今回はセブンゴさんディフェンダー大崎浩選手にお話をおいます。よろしくお願いします。お願、えー、大崎選手、本日誕生日ということでおめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい。ええー、二十三歳いかがですか、はい、今の心境みたいなのは。そうですねまあ演芸とかなんかの動画で二十三歳で初ゴール決めたいって言ってたんですけどその前に決めちゃってなんか目標をまた新たに作らないとなっていう感じです。<laughs> なるほど。でもその前の時にちゃんと二十三歳でゴールを決めたいということでちゃんとで、ね、ゴール決まったということですよね。そうですね。はあのサガメラ戦の初ゴールは素晴らしかったですね。はい。まあ嬉しかったですね。アップ前から小一君とずっとあの形ができたら理想だねって言ってたんで、本当理想通りのゴールだったかなと思います。本当にもう逆サイドから本当逆サイドのサイドバックにねつながったあのパスから見事なボレーシュートでしたもんね。 ああいうボレーシュートは得意なんですかそうですねあの浮いてたりっていうのをダイレクトで捉えるボールでゴールにっていうのは結構自分の中では得意なプレーですあそうなんですね、はい、でも本当にドンピシャであそこは、うん、そうですねもうちょうど自分の目の前にボールが来たんでもう打ってやろうと思って打ちました <laughs> なかなか先制先制点が確か3試合ぶり かなんかでまあ、ちょうど2連敗したんで、まあ、自分の先制点がいい流れになったかなって思ったんで,それも嬉しかったですあの大崎選手、ここまでまあ8試合出場して1得点という形にはなっていますけどここまででいかがですかがす、うん、全然チームの中だと助けてもらってる立場なので、まあ、もっと自分の色とか出して。えー チームを次自分が助けられるようなプレイヤーになっていかないとなっていうの思ってます。試合にまだまだ使ってもらってる立場なので、いないとダメだなって言ってもらえるようなプレイヤーになっていかないとなって思ってます。ただまあね今年本当にあのルーキーとして入ってきて、ねでしかも序盤ちょっと怪我もあったじゃないですか。はい。うんそんな中から <laughs> まあね復帰してからは本当コンサートに使われてますよね。 まあ、そうですねまあ怪我人が出たり結構、運がいい部分もあったんですけどまあでも一応試合に出,し出させてもらってるのでそこに関しては、まあ、ラッキーかなと十二節の金沢戦で、まあ、デビューをされたんですけれどもあのデビューした試合はいかがでしたそうですね、まあ、復帰してす,ちょすぐにメンバーに入れてもらって。でまあ 出れたらなと思って行ったんですけど、本当に名前呼ばれると思ってなくて、で、まあ、負けてたので、もうなんか、とにかくもう、何も考えずに、ただゴールに向かってプレーしてたら、逆転して勝ったみたいな感じでした。で、ね、当店ゴールの規定にもなりましたもん、ね、そうですね、まあそこに入っていくのが、多分このチームに求められてると思うので。 まあそれが一番最初の試合で出たってことは良かったかなと思いますあの大崎選手のこうプレーの特徴というと、どういうところなんでしょうか。そうです、ねまあ、対人でまず負けないことと、まあ、あとはまあ左利きでずっと、えー、小学校からまあキッカーをやらせてもらって、まああいった自分の中でボレーシュートとかそういうのが得意なので、まあ、自分の左足っていうのは大きな特徴かなと思ってます。 やっぱりあ,あの左足、キックのところにはもう自信があるというところですかそうですね、まあ、それだけで評価されてきたようなところもあるので、まあ、それなりに自信はありますあと、大崎選手、結構こう、ね、攻撃で本当に特徴を出してるなというふうに感じがするんですけど、そこらへんはいかがですかうんまあ、そうそですまあ自分ももとと攻撃 では好きなタイプなので。どっちかというと前に、前にっていうプレイヤーなので。まあそこで。自分の左足が生きればなと思ってるんで。まあそれが一番特徴として出るのが、攻撃なんで。積極的に攻撃には参加してようと思ってます。なるほど、まあ積極的にやってるのがそれが現れているという。ところなんですかね。そうですね、もう、もう。自分が一番入っていけば。誰もマークついてこれないんで。 自分が走って自分が戻れば済む話なんでもううとにかかく前行っっっっててて来なかったら下がってっていう感じですあとは最近はこうディフェンス特にこの前の新潟戦なんかすごい、ね、光っていたなというふうに感じたんですが、はい、そうですねディフェンスはあんまり自分の特徴として思ってなかったんですけど、はい、大学のチームがもうとにかく対人のチームでもう1対1負けるようなやついらないみたいなチームだったんで。 まあそれのおかげもあってだいぶ対人は自信つきましたし、まあこのプロの世界に来てこれだけ通用するかなと思ったんですけど、まあそこそこやれてるのでそれに関しては結構自信になってます。あの大崎選手がこうサッカーを始めたきっかけって何だったんでしょうか。は小、まあ、幼稚園の時に近くの公園にサッカースクールがあって。 でまあ、それを、えー、幼稚園の友達のお母さんが見つけてきてまあみんなで仲いいの子がいっぱいいたのでとりあえずみんなで行こうって言ってみんなで行ってそれが一番最初サッカーに触れたきっかけです僕もともと野球しか知らなかったんでそうなんですねはいあじゃあ本当に幼稚園の頃にあそういったところで呼ばれてで、まあ、みんながやってたんでそのままの感じで。 サッカーやってたけど自分の将来の夢は野球選手みたいな感じでした <laughs> その時は野球の方がが何か興味があったというかそうですねずっとテレビも阪神の中継でしたしおじ両方のおじいちゃんが阪神ファンでで野球やってて触れるとしたらキャッチボールとか。 まあ、グローブとバットとか常にやってっていう感じだったので一番最初サッカーってやってもうなるほど <laughs> やっぱり大阪の方ってそういうやっぱ阪神ファンやっぱ多くてそういうふうに育つっていう環境があるんですかねそうするとね。そうですねもうなんか街歩いてたら阪神の話されたり。 っていうのは結構ありました、ねまあ、自分もそのまま影響で阪神の服着たり帽子かぶったりなんかあって野球しに行ったりしたのでしかちょっとなんかもう野球少年って感じでしたじゃあ本当にもう小さい頃はちょっと野球の方がやっぱあったうか全然野球のが好きでした <laughs> 野球のが好きだったはい それがサッカーになるのはどういったところからサッカーが面白くなって,きたってうそうですね小学そのまま幼稚園の友達と小学校に上がったままサッカーしててでも別にサッカーも楽しかったのでやってたんですけどそのまま、えー、そのスクールがいろんなところにチーム構えててで学園1回集まって選抜メンバー選んで大会に出るっていうのがあったんですけど。 そこで自分がキャプテンになってでそのままあの選抜クラスだけが集まるコースに入ることになってでその学年でもキャプテンだったのでもうサッカーする時間が増えちゃって野球できなくなっちゃってで気づいたらずっとサッカーしたみたいな感じです。な <laughs> なるほどなんかそこは もう流されるような感じで <laughs>。そうですね。もう引くに引けなくなっちゃった感じです <laughs>。<laughs> そうなんですね。はい、もう。あの、お前がキャプテンだっていう形で。もうもそう、しら、キャプテンになっちゃって。うん、で。あ、その。平日は。自分の地域でサッカーするんですけど。土、うん、日になると、その選抜だけ集まって。練習するっていうのがあって。まそっちに行くようにもなっちゃったので。 で自分がキャプテンなので抜けるわけにもいかないしでそのままサッカーやってっていう感じです。なるほどねそうなんだ。な野球もなんか入ってたんですかいや入ろうと思ってたんですけど友達が全員サッカーしててで野球する環境が身近になかったっていうのがあったのでチームには入ってなかったんですけど。 まあ自分はずっと野球の方が好きだったのでチームがあっと入ろうと思ってたんですけど入れなくなっちゃってなるほど、はい、それでまあそ,それもあってやっぱサッカーというような形になったという,うねはいなんかその,頃のそうそのゲームでのこう思い出とかなんかエピソードみたいなのあります小学校時代、うん、小学校の時そうですねとにかく負けたらひたすら泣いてましたあ負けたら泣いてた練習でも泣いてました それぐらいこうやっぱ負負けけず嫌いいいなとところがあっった感じ見た見ですねおやっぱ負けると悔しそうですねそれはずっと何においてもそれでしたね、はあ、ちっちゃい時から、ね、自分のいとこといとこの周りに男の子がいっぱいいて3つぐらいなんですけど絶対勝てるわけないのに勝負勝手に挑んだりして負けて泣いてみたいな。 そんな感じです、はい、もう上にも臆せず、はい、もう勝負しに行って勝負しに行って負けて泣いていない <laughs> そんなのを繰り返して、はい、でもいつかは超える時があるわけですよねまあそうですねそれ、まあ、結局走行になるまで、まあ、みんなそれぞれのあれになるのでそっからまあそんな頻度で集まらなくなりましたけど。ああ まあでもずっとそこに多分そこの時から多分負けず嫌いだったのかなっていうのは思います。なるほどね。でその性格がまあうまくこうね、うん、まあマッチしてというかそういう風になってたかなうそうですね。まあ、うん、野球したかったんですよサッカーしてても負けたくなかったのでやっぱり呼ばれそのそっち側に呼ばれて試合でやっぱ負けたら悔しかったですしなん一人だけずっと泣いてたみたいな感じです。 フリーペーパー、ヒタッチ、ニシクータそして茨城最大級の情報サイト茨バにも大崎孝志選手のインタビューが詳しく掲載されていますこちらもぜひご覧ください水戸ホーリーホク、今後のホームゲームのお知らせです8月9日月曜日は明治朝生命 J2 リーグ第24節東京ベルディ戦が行われます

青くしましょう。